はい、こんにちは、こちらです。今10時半ですね。早いな。もう気温もね、どんどん上がって、今34度に暑いになってます。これね、ついさっきまで、ヘッジトリマーの組み立て動画を撮ってたんですけど、よいしょね、いろんなバラしたりとかね、細かい調整とかね、中の仕組みをバラして、確認するっていう遊びをしてたら、1時間、どっか超えちゃったんで、2本撮りとなってます。で、今からはね、実際にこいつに、先っぽまだ何もついてないんで、ヘッジトリマーをつけてね、刈り込んでいくところまで撮れたらいいなと思って、やっていきますんで、よろしくお願いします。よいしょ、ちょっと動かします。さあ、長物がね、どうしてもちょっと撮るの奥になってしまうんですけど、よいしょ、これまで、あったあった。これこれ、あれトリマーつけるのって1本なの？本体へ取り付ける草刈り用メインパイプ、草刈り用メインパイプと、メインパイプを差し込み、なるほどね。あ、ヘッジトリマー、じゃん、これがヘッジトリマーですね。で、刃がこんな感じで左右についてるタイプです。で、ここにね、メインパイプを連結していくようなので、パイプを連結させていきましょう。どれだメインパイプ。これが何？4番が何って書いてるの？はい。4番。ヘッジトリマーセットですね。あ。で、6番が、延長パイプ。5番が、なるほどね。ヘッジトリマーにはヘッジトリマー専用のパイプがあるんですね。これが、こっちが。何にもついてないやつ、これは。この両端ね、何にもついてないものが、このヘッジトリマー用のパイプになるようなので、やらないといけない刃もいっぱいあります。よいしょ。で、まずはね、これとこれを連結させるみたいです。じゃあ本体ちょっとこっちの方に置いてもらって、よいしょ。取り付け方はね、非常に簡単に書いてくれてました。はい簡単って言ってもね、ここか。あ、その前にごめんなさい、ハンドルつけないといけないけど、後でいっか、後にしましょう。はい、ヘッジトリマーつけるの見たいと思いますので、僕もつけたいです。1、上下のロックを外して、ロック解除します。こうか。これのことかな？あ、上下か。これか。で、パイプ取り付け口を後ろに、お願いします。あ、なるほど。ちょっとね、実際に入れながら行ってみましょう。このロックを、ロック解除ボタンを押すと、これが動くようになるんで、これを、結構回るな。180度ぐるぐる回るみたいです。うん。で、まあ、後ろに向けて、で、メインパイプを差し込みますということですね。これがメインパイプ。このニップル蓋外して、これ大事な部分だ。で、ここに連結させる。で、この時ね、ここにねじ込みの穴があるんで、ここに合わせていきます。で、ギア、中のギアとね、こっちのギアを同調させないといけないんで、まあ、最初この穴を気にせず差し込んで、くるくる回します。そうするとね、ギア同士がぴったり合うと、もう一段スポット入るようになる。なると思うんですけど、これ入ってんのかな、うん、で、ね、入ってないかな、どこまで入ったらいいんだろう、この辺まで入らないといけないから、くるくる回しながら行きましょう。はい、これはちょっとここだけちょっとコツがいるかな。ここ
いぞ。これ硬いぞ。なんだこれ。めちゃめちゃ硬いぞ。うん。硬いな。ちょっとグリス入れていきましょう。あとちょっとで。ちょっと、あとちょっとで入りそうなんですけど、これ以上入んないな。向きが逆なの？向きあるのかな？とりあえず外して、反対側刺してみます。あ、多分向きある。で、包丁刺して、ずつ、はめ込んで。出幅が違うな。しかもやっぱり。ギアを動かして、ちょっとこっちのギアを動かしてみて。汚れそうだな。買って。時間で動かして、あ、入った入った。で、差し込めば入るはず。入んねえな。ギアを、いや、ギア引っ張りすぎて、出ると大変なことになるわ。出ないか。これで入れてみましょう。これでも入りが浅いな。ギアを出してるんだよな。シャフトが取れてきた。これで合ってると思うんですけどね、シャフト。シャフトが違うのは6延長パイプ、4がヘッジトリマーセットになってるんで間違いないですね。なんだ入んないだ。メインパイプを差し込み、メインパイプを差し込み、こちらのボルトを固定します。はーい。ここも緩めた方がいいのかな。これ何？これか。ニップルか。ここもちょっと緩めてみましょう。緩めておきます。こんな感じで緩めて、もう一回差し込みましょう。三角形マークがある方、こっちのところ。こっちで行こう。普通に穴の位置が違うな。ギアが噛み合ってないとかそういうわけではないみたいなんで。どこだ。いや、これ入るはずなんだけどな。ちょっと、あー、シャフトが、シャフトがあっちやこっちやに行っちゃいますね。戻ってください。この覗き穴からどこまで入ってるか見ましょう。ここまで入って、こっちにしてるな。ずぃずぃ、こっちはここまで入って、こっちにしてる。ギアは関係なさそうだな。穴の位置は絶妙に違うぞ。絶妙に違うぞ。それ以外ないからないぞ。チェーンソーと本体を連結する。ああ、なるほどね。なるほどなるほど。これはチェーンソーだな。これはこれで合ってるはずなんですけど、ここのねガイドの穴の位置が絶妙に合わないんですよね。ここ映るかな。めっちゃあっただけ見えてるんですけどね、ここの穴の位置が絶妙に違うんですよ。もっと奥に入るっていうわけでもなさそうなんで、角度変えてみたらどうだろう。角度変えても変わらないですね。あと数センチ
数センチ、数ミリ入らないです。ちょっとノギツで測ってみましょう、穴までの距離を。ちょっと広く広角にしますね。どうなってんだ。1センチ。こっちは 1.1 センチ、 1.1 ミリ。ここはこっちは測れないな。なんかワッシャー分ちょっとずれてるって感じかな。これは誤差と言っていいのかどうなのか、ちょっと謎なんですけど、物は試してね、これでどうなるか一応取り付けていってみましょう。まあここがつかなくてもこっちで締めればね、ずれることはないと思うんですけど、しっかりこぼして、明らかにずれてるもんな。穴広げないといけないかな。ちょっと下に穴をずらしましょう。ちょっと加工します。穴の位置が絶妙に違うので、穴を広げましょう。どれぐらいでしょうか。ちょっと下に下げるぐらいで穴の拡張しましょう。ここにくずつくのが嫌なんで、引っ込んで、皮脂をね、ちょっとね、穴を開けて、広げていきます。うん、アルミなので、ここは比較的容易ですね。だいぶスムーズになりましたよ。大丈夫か。
違ってなさそうな、なんかそんな感じの締まり具合なんですけども。ゲイ、バッチリですね。これでしっかり連結できましたね。角度戻して、よいしょ。これ何なんだろうな。これが謎なんですよね。それは角度調節用のあれなのかな。で、次はよいしょ、このヘッジトリマーを本体に連結ですね。こうなって、こう来て、ここにね、どうやらこうワンタッチで、こんな感じで連結していくみたいなんですよね。ちょっと場所悪いな。ここね、こんな感じ。で、レバーで締めていくっていう感じですね。で、ちょっとおろ。出して、で、ここに、はめ込むと、ここの、位置がいろいろあると思うので、なかなかシビアな入り加減ですね。で、ギア、おぉ、ギアの位置合わせて、で、アンプ次に穴の位置を確認して、どこだ？ギアは入ったけど、穴の位置、おぉ、入った。そしたら、押し込んで、ねじっていくのかな。こんな感じでしっかり連結できたけど、ちょっと動くな。そういう動きありですね。あ、一度カチッて入るとあまりピタッと入ってるのか上がってこないですね。押すのか、押して違うな。カチッて入ったと思ったら今度は外れなくなったというね。ここはこんなもんか。あ、なるほど、ここに穴があるのか。で、これ押すと、どうするんだろう。外すとき、外すとき、押すんじゃない。多分、あ、下に入ってるから押すのかな。見出しながら真ん中のレバーを押したり。待ってますよ、待ってます。ここのね、接続部分で今入れてね、外すときにちょっと外し方が分からずにもぞもぞしてるんですけど、外し方は書いてないので観察タイムですね。ここをストロップ外れると思うんだけど、爪が入ってて、押すと、これ以上押せないな、でも、やっぱ引っかかってるのかな。これ押すと、カバーかかるから、ずっと押し込むと外れるはずなんだ。お、外れそう。やっぱりね、自動でカチッと入るタイプですね。なんで外したんだろう。まあいいか。機構を確認するために外したんだっけ。何のために外したのかちょっと忘れ始めちゃいました。で、締めて、ロックをね、締めていきます。これだけでもう動かこう。これだけでしっかり固定されましたね。
で、ギュッと。この辺りももうね、しっかり止まってるんで、結構長い。いや表ということで、実際にやっていく前に最後ループハンドル、ここのね、ハンドルを最後つけて、実際に作業していきたいと思います。まずは、これを、このゴムみたいなものをつけて、ゴムみたいなのをつけて、次にこれ。これ半月状の部品をつけて、付属のハンドルをつけていきます。これですね。これを、このゴムの部分を挟み込むように、このゴムどっち向きにすればいいんだろう。書いてないな。まあ、どっちでもいいかな。感じで、挟んで、B のネジで、締めていくらしいです。B ですね。さっき A と B、難しいな、どっちだろうなって言ってたやつですね。それで、止めていきます。よいしょ。よいしょ。ちょっと手回し疲れてきたので、すいません。インパクト使わせてもらいます。どこだ？君はどれだ？ちょっとちっちゃい方かな。4。予備計4の方ですね。これはね、使いながら調節していくんで、あれ？よし、待ってきた。閉まってこない。閉まってきた。ん？いや、閉まってきてないぞ。ナットが入ってないぞ。あ、あったあった。ナットがいるみたいですね。これですね。1、2。さっき落ちてた、なんだこれって言ってたナットはどうやら、ここのナットらしいし、あれ？ないぞ。あれ？ないぞ。なんだこのナットって言ってたナットがどうやら、このハンドルの部分のナットだったみたい。嘘。全然違うものかと思って、どっかに放っちゃったかも。なんで保温だよって感じですけど、ね。何考えてんだよ、自分。予備があるんで、合うでしょう。予備を使っていきます。合うのかな？合う。よし。よっしゃ。あので、裏にね、ナット入れていきます。ここにね。入れて、で、止めていくって感じですね。本当にね、違う部品だろうと思ってポイって投げる癖やめた方がいいですね。嘘どこ行った？今足にこう、あったー。ね、武将せずに一つずつやっていきましょう。ね。親指怪我しててやりづらいんですよね。あ、いい感じでできた。生き返る。よし、ナット全部入ったんで。は、角度を合わせて締める。結構しっかり締めてるな。
どんな操作感になるのかな。このストレートタイプ初めてなんで、こんな感じか。ああ重いな。こんな感じで使っていきに行くけど、スリーちょっとじゃなくて、こんな感じで買うので、まあ、ハンドルの位置はね使いながら微調節していきたいと思います。いい。そしたらこれで OK だな。違う、最後にあの肩掛けの肩掛けのベルトをここにつけて完成です。うわ、肩パッドが心もとない。あ、これ交換が必要かもしれないですね。で、どんな感じの、よいしょ、掛け心地になるのかな。まずはロックつけて、で、ループに通して、よいしょ、あ、こんな感じか。あ、なるほどね。やっぱ肩紐つけるとね、負担軽く感じますね。いや、でもヘッジトリマーも重いし、このエンジン自体も 43cc ってめちゃめちゃ重いんで、これはね、重いなっていうのが、あの、すごく率直な感想です。あ、もうベルト交換はもうマストですね。絶対にベルト交換した方がいいですね。このベルトじゃ食い込んで食い込んでいきたいと思います。でもこれ普通の肩掛け式の草刈り機用の、あの、まあ、背負いベルトっていうかな、なんかリュック型のベルトみたいなの使えるのかな。あ、こんな感じですね。これでウィンと、うん、短めで使いやすいかも、うん。じゃあこれでね、実際借りに行ってみたいと思うんですけど、なんかちょっと全体的に横向いてんの。まあでも、ちょっと角度ついてた方が借りやすいっちゃ借りやすいんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。じゃあちょっと行ってみましょうか。重い。
感じですね。やっぱりエンジンっていうだけで、ね、パワーありますね。引っかかることなくガリガリ枯れます。でも電動使ったことないんで、まあ使った感じはね、よいしょ、長さが、あ、ごめんなさい、長さと重さがある分、ね、ちょっと取り回しがコツがいりますけど、それさえその重心の移動さえコツつかめば、その重さも気にならずにね、スムーズに動かすことができました。で、このバリカン用途もそうなんですけどね、これでちょっと田んぼ畑の草刈りもしてみようかなと思います。こっちね、真夏のこの草ぼうぼうな感じ、ここもね、どれぐらい枯れるのかね、ちょっとバリカンでやっていってみたいと思います。まあ、物は試しでね、ちょっとやっていきましょう。枯れないことはないですね。枯れないことはないですよ。ちょっとね、コツがいるし、あの長さが長い分ね、結構力でね動かしてあげないと、まず切り進んでいかないって感じですね。まあ、回転も普通の、草刈り場だとね、回転に合わせてね、自然とヘッドがこう進んでいってくれるんですけど、もう全く本当に腕の力、腰の力だけで動かしていくっていう操作感になるんで、疲労感は結構ありますね、腕に。ただでもね、その回転してないってことで、誤操作は本当少ないと思います。狙ったとこにスポッて入れて、スッとね、で狙ったとこに決めて。そういう使い方できるんで、まあ、作業効率でいうとめちゃめちゃいいわけじゃないですけど、こういった畑とか田んぼね、作物がある間を草刈りしたりとか、
あとは傷つけちゃいけないものがあったり、あとこれ回転してないんで飛び石にもどうやら強いみたいなんで、そういったそのちょっと神経を使うような箇所で使うのにこのヘッジ取りまでの草刈りっていいかもしれません。多分これから特に畑のね草刈りとか、あとはあの車の近く砂利道なんかはこれで刈っていこうかなと、そんな感じで思ってます。はい、これでねヘッジ取りまデビュー終わります。概ね満足です。ただ一つ言えばね、パワーはあるんですけど、やっぱり 43cc なので燃費が悪いです。この一瞬でもう燃料満タンから半分使ったんで、約 500ml かな。まあね、もっとそのアイドリングの回転数のね、調整の仕方、適正の回転数を見つけたらね、もっと燃費は良くなるとは思うんですけれども、まあそれでもね、やっぱ普通の、草刈り機が 20cc から 23cc、で、国内の草刈り機で大きいもので、まあ 36cc、とかなんで、まあ、それをはるかに倍ぐらいね上回る排気量なので、パワーを申し分ないですけど、燃費が悪いのはちょっとしょうがないですね。あとね、でもね、振動は思ったよりないです。ここに防振が入ってる感じで、振動は思ったより来ないです。おっと、雷鳴り始めたんで、そんな感じで、あのヘッジトリマーのね、実際作業動画、これで終了したいと思います。あともし気になることがあったら、レビューください。いや、コメントください。あとチャンネル登録もよかったらね、あのしといてください。なかなかその動画の投稿ってないと思うんですけど、してくれたらあの動画作るのに、ね、励みになります。こんなねちょっと変わったアマゾンで売ってる激画シリーズとかね、あの血が騒いでねレビューしたくなるんで、登録チャンネル登録お願いします。頑張って動画頑張って動画っていうか動画を作る活力になりますので、それではまたお会いしましょう。バイバイ。